リオン。リオンは、フランスの南東部に位置する都市で、オーベルニュローヌアルプ地域圏の主婦、メトロポールド・リオンの県庁所在地である。1996年に、サミットが行われた。1989年以降は、国際刑事警察機構、インターポール、ICPO の本部が置かれている。リオンの近郊には、リオン市の人口を含め、 1648,216人が住み、1999年、都市圏としてはフランス第二の規模を持つ。フランスにおける金融センターの一つであり、多くのフランスの銀行の本店が置かれる。長井カフが横浜商金銀行の社員として滞在したこともある。すでに中世からヨーロッパ各地の手形交換所として機能していた、飛脚西洋の飛脚。 ローマ帝国のガリア属州の植民地、ルークヌルムとして古代から栄えた物資の集産地であり、中世には死の立つ町としてヨーロッパでも有数の交易地として栄えた。また、絹織物の産地としても知られる。旧市街はユネスコの世界遺産、文化遺産に登録されている。北東から流れ込むローヌ川と北から流れ込むソーヌ川が リオンの南部で合流する。ソウル川の西側は、石畳の街並みの残る旧市街で、リオンの象徴ジャンタイ協会の立つフルビエールの丘がある。ロール川の東側は、クレディリオネタワーを筆頭に近代的な建物が並ぶ地域である。そのさらに東には、新興の住宅地域が広がっている。リオン歴史地区も参照。リオンは、 西岸海洋性気候と温暖湿潤気候、欠片の気候区分では CFB、CF との境界線に分類される。内陸部にあるためフランスの他都市より冬の気温が低いが全体として寒くはなく1月の平均気温は摂氏3.2度である。夏は非常に温暖で7月の平均気温は摂氏21.3度である。降水量は年間通じて 十分な量が降るが、陶器が最も乾燥する。紀元前43年に、ローマの植民地、ルグドゥノムとして、ルキウスムナティウスプランクスによって建設され、2世紀には皇帝族州ガリアルグデネンシスの中心都市として栄えた。カロリング朝のもとに、司教座が置かれ、後の何世紀もの間、大司教に支配され続けた。1245年に第一リオン公会議。 1274年には第二リヨン公会議が開かれた。14世紀初めフランス王国に並行され、この頃から絹織物の公益の一大中心地として発展した。1463年にルイ11世がジュネーブに対抗して王位を開いた。リヨンの王位はフランスで初めて、生じ裁判権を獲得した。16世紀には4つの王位と、 貨幣市場が催され、多数のイタリア人商人が信用取引を可能にしていた。イタリアというのはフィレンツェル・カミラのジェノバ各地である。この北イタリア出身の商人は、リヨン市民との結婚を通じて、市民権を取得し、不動産を買うなどして、リヨンの社会に溶け込んでいった。しかしなお、イタリア証券の利益代表者を選出した。大市は、それぞれ2週間開催された。 支払金融市場は8日間行われたが、やがて他の多いから自立拡大した。支払金融市場では手形の格付けが行われ、イタリア商人が取引前に相場を決めた。金を借りる商人の信用履歴がノートにまとめられて、監修法として参照された。そこでは記号が用いられたが、X は引き受け可能手形を表し、 SP は引き受け拒絶するスプリテットを示し、V は疑わしい場合を意味した。また外国為替相場については、1572年にフィレンツェトルカが1604年にジェノバもそこへ加わって、レートを統一した。フランス革命が始まると、反革命派が反乱を起こし、それを鎮圧した共和国軍がリヨンの大虐殺を引き起こした。 工業化が始まった19世紀前半にヨーロッパ最大の絹織物、繊維工業都市とな、第二次世界大戦中はドイツ軍に対するレジスタンス運動の拠点の一つだった。戦後は北アフリカの旧フランス植民地から多くの移民を迎えた。1855年にスペインで発生した解雇の病気がヨーロッパ全土に広まり、 リオンの絹織物産業に大打撃を与え、失業者が増大した際、日本のカイコが病に強いこと、日本でも上質の絹が生産されていることが伝えられ、リオンから横浜へ、キートとカイコを買い付けに来る人が殺到した。そのためキート価格は、冒頭、粗悪品が出回り、日本のキートの評判が落ちた。需要拡大のため、明治政府は、リオン近郊出身のフランス人技術者、 ポール・ブリュナーを招き、1872年に富岡製紙場が作られた。作家の遠藤周作は、日本人の海外留学生が希少だった1950年から1953年にかけてリオン大学に学び、後の作品でもしばしばこの地を登場させている。リオンは行政権を持つ市長、立法権を持つコミューン議会、そして普通選挙。 直接選挙で選ばれた任期6年の議員たちによって行政が行われる。コミューン内の区ごとの選挙結果名簿の1、3が区の評議員となるため、コミューン議会には73人の評議員がいることになる。リオン市長は議会から選出され、議決を実施する責任者であり、コミューン最高の行政執行者として、警察権を保持するなど、 重要な独自のスキルを要する。市長はコミューン議会に要請することで、一人以上最高21人までのアシスタントを持つことができる。リオンの議会は年10回開催され、その都度市長が議長を務めるが、不在地には市長の代理人が務めることになっている。パリの行政区、マルセイユの行政区同様に、リオンは1852年から9つの行政区に、 分割されている。創水コール1999年まで、LDH, イヘスカシニー、2004年以降 i NSEE。16世紀中の人口推移は、1557年には3万6000から5万だったが、64年のペスト流行の影響によって、民衆の3分の2の生命が奪われ、97年には2万人に減る。フランス国鉄の TGV。 トレーン・アグランデ・ビテス・テジェベが最初に開通した街の一つであり、1981年にパリとリオンとを結び開業した。TGV は、リオン市内では、ペラーシュ駅、パールデュー駅の二つの駅に停車する。郊外に、リオン・サンテング・ジュッペリ国際空港、リースがある。この空港にもフランス国鉄の鉄道駅があり、TGV が停車する。 市内中心部とはトラムで接続されている。この空港はかつてリオンサトラス空港と呼ばれていたが、2000年にリオン生まれのサンテグジュペリ生誕100年を記念して改名された。市内の交通としてバス、地下鉄、ケーブルカー、路面電車がある。サイトロル、シンディキャットミックスとデストラポッツポワールローニエル、ギーラモレションライオンイズ、 ローヌリヨン都市圏輸送混合組合が経営し、ケオリーズリヨン、SNCF グループに属する民間企業、TCL、トラポーツ EN コモンリヨネ、リヨン公共交通の名称で運行管理を行っている。ビルールバンヌやサンイコールプリエスト、ベニ州といった近隣自治体まで伸びている路線もある。信用乗車方式を採用しており、乗車券は定額で、 一定時間内であれば、すべての交通機関、地下鉄、バス、トラム、ケーブルカーで乗り換えは自由。乗客は地下鉄入り口あるいは車内にある刻印機で乗車券に時刻を刻印する。乗車券を持っていても刻印がないと検察時に高額の罰金を請求される。定期券は IC 式を採用し刻印機のセンサーに接触させることで乗車を記録させる。地下鉄の入り口には 改札機がなかったが、2005年頃から一部の駅を、川切りに順次自動改札機が導入されている。パークライドが整備されているのも特徴。一部の路線は電化されており、トロリーポール2本を乗せたトロリーバス、連接系を含むが運行されている。現在の車両は走行用バッテリー、または補助エンジンを搭載した、ハイブリッドカー、車庫へのキロ等では、 河線がない場所を走ることがある。また、主要な路線の中には、夜中まで運転しているものもある。フルビエールの丘へ登るケーブルカーで、フルビエールノートルダム大聖堂への路線と、ローマ劇場への二路線がある。2000年に、朝廷省、低音の最新車両となって復活した。毎年夏の夜、フルビエールの丘にある、ローマ劇場で、 フルビエールの夜というイベントが行われる。連日のように、著名なアーティストのコンサートや演劇が催される。毎年12月8日から11日にかけて、光の祭典が行われる。これは、ペストがアルプスイ北の欧州で1348年から1353年に流行した際、リオンの人々がフルビエールの丘にある。 ノートルダ製堂のマリア像に祈りを捧げたところ、流行が収まったことに由来するという。この日の夜は、リヨン市内の家々の窓際、感謝の捧げ物としてのろうそくなので、本来は、フルビエールの丘に面した窓のみ。現在はそれにこだわらないは、ろうそくの明かりで彩られ、建物や道路はイルミネーションで飾られる。時間を決めて、各家庭と町の普及の照明を消灯する。 ライトアップされたノートルダム聖堂と窓のロウソクの明かりが幻想的である。2011年、平成23年の祭典には、この年の3月に日本で起きた東日本大震災からの復興を目指す日本より、光の祭りを招くこととなり、富山県南都市福野町の福野夜高祭りの夜高安丼を招き、期間中3期の大中安丼と2期の小安丼が、 リオン市街地約3 5トルを、良い朝、良い朝の威勢の良い声と共に、ヨルダカアンドンを練り回した。生産者が朝市に直接やってきて出店したり、市内の食料品店に常連として、出品、販売したりする範囲をその都市の食文化経済圏と呼ぶことにすれば、ブレス、ブレスの経肉、ブレセフロース、ナンティアのエクルビス等、 リヨン食文化経済圏は世界に名を知られる、微妙な農作物でも知られている。秋の狩猟期には、ジビエ、野生の鳥や獣も豊富で、朝一で家庭の主婦があれこれ、品定めする姿が目につく。フランスがまだ、ヨーロッパの固い舎であった頃、文化の中心地イタリアのメディチケ仕込みの宮廷料理を、リヨンは我が物とした。一方で、 郷土色豊かな家庭料理にも見るべきものが多い。リオン食文化経済圏内にあるワインの名産地も数えきれない。とりわけ、リオンを流れる3番目の川とおどけられる、ボージョレのワインは、リオンの大量消費が育て上げたものである。食通の街リオン、バスエのブラッスリーに至るまで、たとしのそれと比べて、食の質は高い。レストランガイドとして、 有名なギドミシュランの三つ星が、リヨン市内に一つも、い,いことを、リヨンコはとても不満に思っている。同市の採点基準には、客室の雰囲気、豪華さやトイレの設備、広さ等も入っている。味だけならば、他都市の三つ星レストランを凌駕する店は、複数ある。そのためもあって、リヨンコは、ギドミシュラン不振で、ゴミ用の方を高く評価している。 ラメール・ブラジエなどがある市内ばかりでなく、リヨンから日帰りできる距離に有名料理店、ポール・ボキューズ、アラン・シャペル、ラ・ピラミッド・トロワグロ等々があり、日本からも食べ歩きに訪れる食通が後を絶たない。2年に一度、奇数年の1月にセルは、白国際外食産業見本市が開かれ、この中で、聖火ワールドカップが開催される。各国代表として、 一流のパティシエたちが3人1チームで参加し、飴細工、チョコレート、氷上国の3種目で世界一を競う。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。